皆さんこんにちは。管理栄養士の松本彩子です。差し置き公民館で手作りお味噌の教室をしています。今年は新型コロナウイルス感染防止のため対面の教室ができませんが、動画を撮らせていただきます。お味噌は大豆、麹、塩でできている、伝統的な保存食です。お料理には欠かせない調味料の一つですよね。お味噌は、タンパク質が豊富で食物繊維、ビタミン E を含む、とても体にいい働きをする調味料の一つです。ぜひ皆さんもお家で身近な食材で、作ってみてください。材料を説明します。今日は、出来上がり 1kg できる材料を、仕込んでいきたいと思います。使います、材料は大豆です。大豆は乾燥している状態だと使えませんので、このような大きいボウルに移し替えてたっぷりのお水で戻します。戻し時間は18時間から20時間とちょっと長いですけども、ゆっくりと浸してお豆を戻すことで柔らかい美味しいお豆になります。戻ったものがこちらになります。戻りましたらこのような大きさになります。大きさがだいぶね大きくなっているかと思います。戻しただけだとまだ硬いですので、今度はこのお豆を煮ていきます。煮るときには分量のお豆よりも大きいお鍋でたっぷりのお水で煮ていきます。沸騰しますと白い泡状のアクが出ますので、引きながら柔らかくなるまで煮ていきます。3時間ぐらいかかりますが、お湯を足しながらお豆にお湯がかぶってる状態で煮ていきましょう。柔らかくなると簡単に指で挟むと潰れるぐらいの柔らかさになります。柔らかくなったお豆を、柔らかくなりましたらお豆と煮汁に分けておきます。次に使う、材料はお塩です。お塩が 120g から 150g、 大豆に対して 30% から 40% から 50% のお塩を用意してください。もう一つお味噌に欠かせない材料が米麹になります。麹には生麹と乾燥麹がありますが、今日は生麹を使っていきます。柔らかくなったお豆を、今こちらの袋に入っておりますが、こちらを潰して、お味噌にしていきます。柔らかくなったお豆を、ジッパー付きの厚めの袋に入れて、このように綿棒で潰していただいても結構ですが、空気をね、抜いていただいて押すようにして潰していきます。もしくは容器に移し替えてポテトワッシャーのようなもので潰すのもいいかと思います。潰す方は粒が少し残った状態でもいいですし、完全に粒がなくなるまで潰していただいても結構です。潰していきます。お豆がとても柔らかいので、簡単に潰すことができます。量をたくさんお作りになる場合はフードプロセッサーなどで潰していただいても、細かくしていただいても結構です。お豆がたくさん残っているから、麹菌の働きが悪いのではないかという
身体もありますけども、そんなことはなくて、ある程度お豆の形があっても問題はありません。で、先ほど、残しておいた煮汁ですけども、煮汁は潰すときにとても、硬くって潰しにくいときですね、そういったときに、足す、お汁になります。ない場合は、お湯を足していただいても大丈夫です。ある程度潰れましたら上下を反転させてさらに潰していきます。大豆は温かいうちが潰しやすいですので、もし冷え切ってしまっているようでしたら軽く湯煎をして温めたりしていただくと潰しやすいかと思います。はい、では、お豆が少し残っている状態でこちらになります。はい、次にすることは、米麹とお塩を合わせていきます。手でこすり合わせるようにして全体にお塩を行き渡らせます。白い、お塩のね、お色が見えなくなりましたので、混ざりました、これを今度はこのお豆の中に入れていきます。入れましたらちょっとね力が加わります、入りますけども、全体に米麹と塩合わせたものが行き渡るようにしっかりと練り上げていきましょう。お豆のね、潰し残しとかがあっても、この混ぜる工程の時にまた潰れますので、最初にね一生懸命粒をなくそうと思わなくても大丈夫です。下からね、起こすような形で練っていくといいと思います。量が少ない場合は袋の中でも混ぜ合わせられますので、容器をね、準備しなくても大丈夫かと思います。はい、このように、麹のね、粒々がこうな見えなくなったら、混ぜ終わりになりますので、ここまで来たら今度は味噌玉というものを作っていきます。この味噌玉を作るときにもしこうひびが入ってしまったりとか、ポロポロして、お団子状になりにくい場合はこの煮汁を足して硬さを調整してください。容器に詰めるときに空気を抜くということで、このように、味噌玉といって玉状にしています。大きさは両手でね握れる程度の、大きさでいいかと思います。この時にも少しね空気を抜くような、抜くようにしっかりねこう握っていくと空気が抜けますので、後ほどの作業がやりやすいです。はい、ここまで、できましたら今度容器の説明をしていきます。熟成保管させるために、この水玉を入れるためにこう容器が必要です。プラスチック製でもいいですし、ホーローもしくは陶器のようなもので大丈夫です。
麹菌が上手に働いてくれるように、まずはこの容器の、殺菌をしたいと思います。殺菌はこのような、ホワイトリカーのようなものでもいいですし、35度以上の、アルコール分があるものを、ペーパーに含ませまして、容器をきれいに拭きます。拭いていただいたら、今度はこの硬さも大丈夫でしたので、煮汁は使わないです。味噌玉を容器に入れていきます。空気を、入れないように味噌玉を容器の端っこに軽く投げつけるような形で、入れていきます。入れたら押して回しながら軽く投げるようにして、空気を抜きながら隙間がないように入れていきます。入れたら表面をならして、次の味噌玉を入れる繰り返しになります。表面をならしていただいて、もしこのようにこう空気のね、空いているところがありましたら、上から強く押さえつけていただくと密着しますので、密着しましたら上をこのようにならしていただければと思います。全体が空気なく入りましたので、表面を整えます。整えましたら、周りにね、手についている、大豆の繊維とかがありますので、それをきれいに拭っていただいて、先ほどのアルコールでもう一度この周りをきれいにお掃除してあげてください。付着してますとね、カビが生えやすいので、このようにきれいにします。きれいにしましたら、ここにラップをしていきます。大きめに、かけていただいて、まずは表面に密着させましょう。密着させましたら、この周りのラップはクシュクシュッとこうまとめていただいて、この表面の端の方に、寄せといていただけると、空気のね、入り口がなくなりますので、いいかと思います。はい、こうなりましたら、今度はおもしといって、お漬物の時とかね、石を使ったりしますけども、小さな容器ですので、この上におもしをしていきたいんですけども、だいたい出来上がりの 1kg の対して 30% ぐらいの、30から 40% ぐらいのお塩とかお砂糖をこのように袋状にして入れてもらって、ここに空気を抜きながら表面に重しをしていきます。そして蓋をしていきます。これで、仕込みが終わりです。で、今度はこれを熟成させていきます。
熟成させる場所は、風通しのいい、直射日光が当たらない冷暗所で、熟成させてください。で1ヶ月ぐらいは何の変化もありません。1ヶ月ぐらいすると表面に白いカビが生えてきますので、スプーンで、取ります。取った時にまた周りが汚れてしまったらアルコールで拭くようにしましょう。6ヶ月ぐらいすると食べれるようになるんですけども、1年ぐらい熟成させるとまろやかな美味しいお味噌になっています。できたお味噌、昨年ですね、佐世保公民館さんで作ったお味噌がこちらになります。はい、だいぶね、量も減って、まあカビとかを取るときにね、すくいますので若干減りますけども、このようなお色の違いもありますし、表面も、まあ、ちょっと今外してみますけど、表面もね、粒がなくなってとても滑らかな美味しいお味噌になっています。このように、熟成させればさせるだけ、まろやかなお味になったり色が濃くなったりというのがお味噌の特徴です。ご自分でお作りになったお味噌で、ご家族に美味しいお料理を振る舞ってはいかがでしょうか。米麹、大豆、塩、身近なお店で売っているものですので、ぜひご自分の味出してみてください。以上で、手作りお味噌講座終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。